はい、資料課チャンネルでございます。本日のですね、商品はこちらの方になります。明星一平ちゃん大盛り、香りと辛みのスパイス付きカレーうどんということでですね、一遍食べたらやめられないというね、こちらの、カレーうどんの方ですね、レビューさせてもらいたいと思います。こちらの方ですね、結構ね、なんか香りと辛みということで、まあ辛いのかなということで、まあそんなにね、辛くはないということと思うんですけども、一度ですね、こちらの方ですね、食べてみたいと思いまして、今回ね、レビュー動画ということでさせていただきます。一遍食べたらやめられないってね、一平ちゃんね、僕ね、結構、あんまり一平ちゃん食べないんですね、これ実を言いますとね、結構ね、若い時はね、結構食べたんですけども、今結構ね、これも濃くてね、あんまり食べれないっていうのがね、本当は現状です。こちらね、まあ、カレーうどんですんでね、まあ、そんなにね、まあ、あっさりはしてないと思うんですけども、まあ、ラーメンほどね、しつこくないかなということで、まあ、こちらね、今回買ってまいりました。結構ね、これね、見ていただいたらわかる通り、ね、なんかもう、辛みのスパイスということで、かなり濃い色の、スパイスになっておりますのでね、まあ、一度ちょっとね、見ていただいたなということで思いますので、よろしくお願いします。はい、では中身の方ですね、開けてみたいと思いますので、はい、お腹になっております。はい、中身はですね、こちら調味料ですね。はい、それと、こちらが、スパイス。スパイス。それと、こちらが粉末スープということで、はい、中もうね、具が入っていますね、これね。はい、これも入れます。これですね、どうだったかな。多分粉末スープ先入れて、作るんでしょうね。はい、ね、蓋を半分まで剥がして、粉末スープ、調味料、スパイスを取り出します。粉末スープを、湯に入れて、湯に入れてない、粉末スープを入れて、熱湯を内側の線まで注ぎ、蓋をしてから、スパイス、ふりかけをかけて出来上がるということで、早速作っていきます。粉末スープも入れましたので、あとですね、こちらスパイスのふりかけと調味料ということで、これが結構辛いんでしょうかね、このスパイスがね。これ結構辛そうですね、これね。はい。まあ、後でね、これね、全部ね、入れますので、これでね、ちょっと食べたいと思いますので、はい。はい、というわけでですね、こちらの方、カレーうどん、一平ちゃんのカレーうどんですね、食べてみたいと思います。はい。ちょっとね、今日はね、ちょっと一人、自画撮りでやります。ん?うん。あ、結構ね、これカレー効いてて辛い。美味しいですね。かなり。はい、カレーが効いてます。美味しいですよこれ、本当に。うんうん、どちらかというとなんかね、どん兵衛とかね、どん兵衛とかのカレーとか、なんだろう、まるちゃんのなんかね、黒い豚カレー、うん、あれよりもね、ピリッとして辛いですこれ。ちょっと子供が食べるにはちょっと辛いかもしれないですね、これです。大人が食べるにはちょうどいいカレーです、これ。大人がね、食べるにはね、本当にちょうどいいカレーですね、これね。美味しそうやな。うん。お父さん美味しそうやな。美味しいです、これ。はい。美味しそう。うん。かなり美味しいです。うん。どっちかというとね、スパイスが効いてて、はい。すごくね、これ、うどんもね、これね、しっかりしてるうどんです、これ。見てください、これ。しっかりしてます、うどんもかなりね。なんかちょっときしめんタイプでね、まあよくカップ麺にあるうどんですけども、どん兵衛とかのね、カレーうどんとか、まるちゃんのね、よく有名なカレーうどんよりも、僕はこれの方が好きですね、これね、結構量も多いですしね。はい。値段の割にはこれね、すごくクオリティは高いと思います、これです、一平ちゃんのね、カレーうどん。美味しいです、これ、本当に。すごいです。はい。はい、というわけでですね、今回ですね、こちら、こちらですね、はい、明星一平ちゃん大盛り、香りとスパイスの、うまみのスパイス付き、カレーうどんの、レビューでした。はい、ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。